はい、おはようございます。今日はね、2月の、13日、はい。今ね、ロンドンは朝の4時半ぐらいです。5時過ぎに、友人が車で迎えに来てくれて、で、今から、ロンドンのヒースローに着いたんですけど、ガトウィック空港に移動して、また飛行機に乗って、飛びます。ということで、本日もよろしくお願いします。はい、うわ、天気が悪いね。めちゃくちゃ雨降ってます。どうしよう。はい、ということで無事にピックアップをしてもらったんですけど、雨がすごいですね。まあ、ここで写真撮るわけじゃないんでいいんですけど、天気悪いです。今からガトウィック空港に行きます。はい、今から飛行機に乗ります。オスロで乗り換えです。はい、ということで、ノルウェーの北にあるエベネス空港に今着陸をしました。で、今レンタカー手続きをしたところで、外寒いですね。マイナス今3度ぐらいあるのかな、多分わかんないですけど、体感でそれぐらいですね。で、今空がすごい綺麗になってきて、このすごい素敵な感じです。で、今ね、こちらレンタカーに荷物を詰め込む作業をしてるんですけど、思ったよりもちっちゃくてかなり苦戦してます。はい、入りましたんで、なんとか向かいます。今から宿のある町に向かおうと思うんですけど、その宿のある町が、5時間とかよくわかんないですけど、5時間いや3時間かな、まあ、止まって、あんまりよくわかんないんで、ちょっと時間すごいかかりそうな気配です。柔らかいな、光が綺麗。辺りはすっかり暗くなって、もう雪道の上をなんとか走ってるみたいな感じで、結構怖い感じです。次のね、スーパーを今探してるんですけど、スーパーのある町は1時間10分先だそうです。ちなみに宿まではあと3時間かかります。ロフォーテンに来る方はエベネスじゃなくてレクネスの空港を使うのをおすすめします。スボルベール、スボルバールっていう町に来て、今はスーパーとか、ショッピングモールがあるので、ここで一旦食料の買い出しをするような感じです。サーモン丸かじりしたい。一番安いビールだそうです。このビールを買う。ロフォーテンの名前がついたビールです。海外で撮影に行くときは食費を節約するためにスーパーでパンとハムを買ってサンドイッチを作ります。十分美味しいですよ。この後2時間ほど走ってようやく宿に着くことができました。移動日だったのでほとんど写真を撮ることはできませんでしたが、飛行機の窓からの景色が綺麗だったので1枚だけご紹介します。
ペン諸島の宿に着きました。明日からはどんどん写真を撮っていきたいなと思いますので、またよろしくお願いします。